バイロクは、清が、皇族、モンゴル王公の大部分、チベト、海峡の一部貴族に授与した爵位の一つ。十等級の中で、新王、軍王に次ぎ、イ氏より、上となる序列三番目の爵位。元来は、満州語で、領主や王、主張の意味であり、ベーレを、スレベーレと呼ばれていたという。ヌルハチがアトキ金を建国したその前後に、 各地の大将のアムバンベーレを、家臣団に編入し八期を編成するとともに、皇族の中でもベーレの語を歌詞し八期を率いる、称号。また、皇族の爵位の中にドロイベーレの爵位が存在し、ベーレは、その略称としても用いられた。この爵位を持った有名な人物としては、皇季帝の皇四子の養成帝が挙げられ、巫女時代に旗王に封ぜられた際に与えられていた。 しかし通常、真の爵位は、鉄棒仕様とも言われる、真の海外は一台ずつ爵位が下がるのが、一般的なので、ベーレの爵位を可視された人物はその後次は、よほどの功績がない限り一つしたのとなり、代々ベーレの爵位を名乗ることはなかった。爵位第一位の保細井沈腕、細井沈腕、和広志真脳も当初は、細井ベーレ、保水ベールとされていたが、 ストック元年に爵位を制定した際に、漢語の、親王の称号を導入したため、ベーレの称号を用いる爵位は、ドロイベーレのみとなった。外藩として、清を共同統治していたモンゴル王公に対する称号を、爵位としても用いられた。1911年の侵害革命によって清が滅亡した後も、ボグド、ハーン、ダライラマなどが授与する称号として、さらに広大まで存続した。 ありがとうございます。